お願いいたします。下村博文でございます。この度文部科学大臣、教育再生担当大臣、就任させていただきました。よろしくお願いを申し上げます。安倍総理から5つの点について指示がございました。1点目は世界トップレベルの学力、規範意識、そして歴史や文化を尊重する態度を育むため、前政権で放置されてきた教育再生を実現するための諸施策を推進すること。2つ目に、特にいじめは絶対に許されないとの意識を日本全体で共有し、子どもを加害者にも被害者にも傍観者にもしない教育を実施する、道徳教育の徹底などを今すぐできる対策を断行するとともに、総合的ないじめ対策を行うこと。3つ目に、関係大臣と協力して科学技術イノベーション推進の国づくりに取り組むため、内閣府特命担当大臣に協力し、科学技術基盤を根本から徹底強化すること。4つ目に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介など、東京電力福島原子力発電所事故による損害の迅速な賠償が講じられるよう、引き続き関係大臣と協力して対応すること。そして5つ目に、スポーツ庁の創設を含め、スポーツ立国を実現するための諸施策を推進するとともに、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの実現に取り組むこと、以上でございます。私の方からは以上といたします。大臣。じゃあどうぞ。共同通信社の役割です。はい、お願いします。高校無償化の対応について2点伺います。はい。高校無償化の対応について2点伺います。はい。はいはいはい。自民党はですね、はい、高校無償化制度に対して、所得制限を設けるという考え方を示しておりますが、具体的にどういう基準で、いつの導入を目指して、取り組む考えかという点と、あともう一つ、朝鮮学校への適用に対してですね、現段階でのお考えを、聞かせてください。はい。高校授業料の無償化については、自民党は選挙公約において、所得制限を設け、給付型奨学金の創設や公私間格差解消の財源とすることをお約束しています。法律においても施行から3年経過後の見直し規定がありますし、今後速やかに公約を実現する方向で検討していきたいというふうに思っております。ただ現在中学3年生の生徒は現行制度前提に進路選択を考えているということもございますので、生徒、保護者、学校、自治体に混乱が生じないよう、新制度については平成26年度以降実施することを考えていきたいというふうに思っております。それから朝鮮高校についてはですね、これは政府全体で判断することになる案件でございますので、今後総理および官房長官等と相談しながら政府全体で判断をしていきたいというふうに思っております。すみません、もう一方でお願いいたします。はい、どうぞ。朝日新聞の近藤と申します。はい。全国の学力テストについてお聞きします。はい。これ第一次安倍内閣の時代にですね、導入されたと思うんですが、民主党になって一旦廃止という形になっております。改めてですね、これ学力強化のために学力テストを復活させるお考えはおありでしょうか。はい。全国的な学力調査を国として、把握分析し、国や教育委員会、学校の学力向上の取り組みに生かすことは大変重要であるというふうに考えます。平成19年度から小学校6年生と中学3年生の児童生徒を対象に、国語、算数、数学の2教科について全国学力学習状況調査を実施いたしました。平成19年度から21年度までは失敗調査、平成22年度から抽出調査および木彫りを方式にて実施し、平成24年度は理科を追加して調査を行ったというところでございます。で、平成25年度調査については、
対象学年、小学校6年生と中学3年生ですが、全生徒、児童を対象に、本体調査によるすべての市町村の学校等の状況の把握、それから新たな調査として、経年変化分析のための調査、保護者アンケート調査、教育委員会に対する調査、これらの実施を通じて、経年変化や無回答の理由、そして家庭状況と学力との関係、少人数学級等の教育施策の検証など、きめ細かい分析把握を行おうとしております。平成26年度以降の実施調査についても、しっかり調査するという方向で行いたいと、検討していきたいというふうに思っております。では以上をもちまして下村大臣の会見を終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。